中川さんが持っている楽器は七弾という楽器でございます。では左手の皆様にもご披露ください。随分と小さく感じる方も多いんじゃないでしょうか。では右手の会場外の皆様にもご披露ください。こちらが七弾という楽器ですね。主に雅楽では主旋律を担当する楽器となっています。この七弾は地、つまり地上の人の声を表す楽器と言われています。ではどのような音色でしょうか。七弾の演奏は中川信夫さんです。それではどうぞお願いいたします。狭く男性のだいたい普通に出せるぐらいの範囲の音域となっています。人の声、地上の音を表す七弾の音色でございました。演奏は中川信夫さんでした。ありがとうございました。